ソフィア・ローレン、昨日、今日、明日は、1963年に公開された、イタリア映画。監督は、ビットリオ・デ・シーカ。アデリーナ、アンナ、マーラの三つからなる。第37回アカデミー賞で、外国語映画部門を受賞した。福音を失業中の夫カルミネに代わって妻、アデリーナは、闇タバコの商売で一家を支えていた。 しかし未払いの罰金を徴収に来た役人を追い払ったため逮捕されることに相談した弁護士から妊婦は出産後半年は逮捕されないと助言され夫婦は子作りに励むのだが社長夫人のアンナはパーティーで知り合った青年レンツォとドライブに出かけたドライブ中アンナは裕福ながらも心が満たされない不満をレンツォにぶつけ二人で遠くへ行こうとレンツォを誘う 新学生のウンベルトは、休暇のため祖父母のいるローマのマンションに遊びに来た。ウンベルトは隣に住むコールガールのマーラに一目惚れ、するが、祖母はマーラを嫌い悪態をつく。ウンベルトは、祖母と喧嘩をした挙句、しまいには、新学生を辞めるとまで言い出す。ある日、部屋で乗客のアウグストと一緒にいるところ祖母が訪ねて、来て、孫を説得してほしいとマーラに頼み込む。 根が善良なマーラは祖母にある約束をする。ありがとうございます。